ミラリャンは、カナダ出身の女性フィギュアスケート選手。2006年トリノオリンピック女子シングルカナダ代表。中国系カナダ人。1989年3月28日、バンクーバーに生まれる。3歳の時にスケートを始め、8歳の時には3回転サルコー及び3回転トーループをマスターしたと、いう。 初めて出場した国際大会は2000年3月に開催されたムラドストトルフィーで同じくカナダのジョアニー・ロシェットと共に出場しノービス女子クラスで4位入賞を果たしている2002から2003シーズンからは2シーズン連続で ISU ジュニアグランプリに参戦したもののメダル獲得までには至らなかった2004から2005シーズンより本格的にシニアクラスに移行し ネーベルホルンハイでは3位となり、ISU グランプリシリーズにも参戦。トリノオリンピックシーズンの2006年、カナダ選手権では、ジョアニー・ロシェットに次ぐ2位となり、トリノオリンピック女子シングルカナダ代表の座を勝ち取る。オリンピックでは3回転サルコーヤに回転アクセルなど、ジャンプでミスがあったが、ショートプログラムとフリースケーティングの両方で、パーソナルベストを出し12位となった。 2007から2008シーズンのグランプリシリーズは、スケートアメリカで5位、エリック・ボン・パールハイでも5位となった。2008年カナダ選手権では、ショートプログラムで2位、フリースケーティングではミスが目立ち4位となったものの、総合では2位となり、3年連続で世界選手権代表に選出された。力強いジャンプと柔軟性を生かした、スピン、スパイラルを合わせ持ち、 左右両足でのビールマンスピンをこなす非常に稀な選手の一人でもある。ただ、ジャンプで回転不足を取られるなど安定していないことが上位に食い込めない要因となっている。カラーオブコスチューム、フィギュアスケートレーズボリューム9ダイエックス出版、2009年4月、ピアニッシュも58から61、坂井田優、06から07シーズン振付師相関図。 フィギュアスケートデイズボリューム2大 X 出版2007年3月ピアニッシも32から35ありがとうございます